から松本から信濃に乗り換えて名古屋へ行きます。
17番線からの発車です。新幹線上り方面です。のぞみ134号東京行き17時12分乗り場15番線です。ひかり528号東京行き17時26分乗り場14番線です。こだま672号東京行き17時29分乗り場15番線からの発車です。続いて関西線です。快速亀山駅17時13分乗り場12番線です。途中伊勢鉄道線を通ります。快速運転19号伊勢市行きは17時37分乗り場13番線からの発車です。続いて東海道線です。下り方面各駅に通ります。普通列車の2番駅17時5分乗り場は5番線です。新快速大垣行き17時15分乗り場6番線です。途中の前原から先北陸線にあります。特急白鷺13号金沢行き17時48分乗り場11番線からの発車です。東海道線の上り方面です。途中の大垣から先竹取線にあります。関快速竹取行き17時13分乗り場4番線です。
各駅に停まります。普通列車の岡崎行き17時18分、乗り場は3番線からの発車です。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点名古屋に到着となります。降りの際、車内にお手荷物などお忘れ物なさいませんよう、今一度お確かめください。本日も東急品川をご利用いただきまして、ありがとうございました。また名古屋をお待ちしております。名古屋に着きました。今から帰ります。今日はかなり電車に乗った一日でしたね。帰ってゆっくり風呂でも入ってまったりします。